スティーブ・ロンバルディは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州ブルックリン出身のイタリア系アメリカ人。ブルックリン・ブローラーのリングネームで知られ、WWE において長くジョバーを担当。セミリ・タイアゴは、WWE のバックステージで活動していた。1983年のデビュー後、太平洋岸北西部のパシフィック・ノース・ウェイスと、レスリングを経て、同年下期より、 本名のスティーブ・ロンバルディ名義で WWF にて、ジョバを担当。翌1984年より、WWF が、ビンス・マクマ・ホン・ジュニアの身体成果で、全米進行サーキットを開始してからも、サージェント・スローター、ポール・オンド・オフ、マスク・ド・スーパースター、デビット・シュルツ、ビッグ、ジョン・スタッド、アイアン・シーク、ジェシー・ベンチュラ、カウボーイ、ボブ・オートン、パット・パターソン、 ダイナマイト・キット、ロッキー・ジョンソン、マイクロ・トンド、ティト・サンタナ、マット・ドッグ、バションなど、トップ選手のジョバーを務めた。以降も WWF に定着し、アイアン・マイク・シャープ、ブライアン・ブレアー、SD ・ジョーンズ、ジョージ・ウェルズ、ヒル・ビリー・ジム、カズン・ルーク、ポール・ローマ、デビット・サン・マルチノ、スコット・マギー、ブリック・ハウス・ブラウン、ニック・キニスキー、ラニー・ポッフォ、サム・ヒューストン、 スコット・ケイシーといったアンダーカードの中堅選手や若手選手にも白星を献上したが1989年よりブルックリンのストリートファイターをギミックとしたヒールブルックリンブローラーに変身ボロボロのジーンズとニューヨークヤンキースの T シャツをリングコスチュームにボビー・ヒーナンをマネージャーに迎えてレッドルースターと構想したボビー・ヒーナンに先導されるブルックリンブローラー ギミックを与えられ、ポジションは上昇したものの、その後も役回りは変わらず、アルティメット・ウォーリアー、ジェイク・ロバーツ、ジム・ドゥガン、デイビー・ボーイ・スミス、ケリー・フォン・エリック、リッキー・スティム・ボート、ジミー・スヌーカ、ビッグ、ボスマンなど、ベビーフェイスのスーパースターのジョバーを担当。1 9九十年十二月には、当時の WWF の日本での提携先だった SWS に初来日し、 ザグレート歌舞伎、サムソン・フユキ、石川隆氏らと対戦。翌1991年8月の再来日では、リック・マーテルのパートナーとなり、タニツ・ヨシアキ&、キング・ハクヤ・ジョージ・タカノ&、タカノ・シュンジとのタッグマッチが組まれた。1992年から1993年に、かけては、回帰派レスラーのカマラを調教するハンドラー、キムチーとしても活動。 サファリルックに覆面をかぶり、マネージャーのハービー・ウィップルマンと共に、カマラのセコンドを務めた。カマラのフェイスターン後は、両者の連戦が行われ、キムチーのギミックでは、ボブ・バックランドともたびたび対戦した。1993年下期からは、薬物問題で WWF を解雇されたマット・ボーンに代わって、ドインク・ザ・クラウンにも奮した。百九十四年には、 当時のメジャーリーグベースボールのストライキにあやかり、エーブ・ナックル・ボール・シュワルツなる野球選手ギミックのヒールにも変身。MVP とも名乗り、野球の公式ボールを模した顔面ペインティングに、ユニフォーム姿のペイントレスラーとなって、1から2から3キッドや、スパーキー・プラグとも対戦した。その後は、ブルックリン・ブローラーのギミックに戻り、ニュージェネレーション期に入った WWF において、 引き続きジョバを担当したが、1997年9月22日、地元ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにて20人参加のバトルロイヤルに優勝。11月15日の同所での定期戦において、ショーン・マイケルズが保持していた WWF 世界ヘビー級王座への挑戦権を獲得した。当日は、フランク・シナトラのニューヨーク・ニューヨークを入場テーマ曲に、 初の大舞台で15分間戦い抜いたが、ハンター・ハースとヘルム・スリーとチャイナの干渉もあり、マイケルズのスイート・チン・ミュージックを受けて敗退した。1990年代末からは、バックステージのロードエージェントに就任。選手としては、セミリタイア状態となるも、試合にもたびたび出場し、2000年2月28日に、マディソン・スクエア・ガーデンで開催された、RAW では、 ザ・ロックのジョガーを務め、2001年4月1日のレッスルマニア X7 では、キムチーのキャラクターでカマラと共にギミックバトルロイヤルに出場した。2003年1月15日には、カナダ・オンタリオ州ウィンザーのインディー団体ボーダーシティ、レスリングにおいて、ジョニー・スウィンガーを破り、b c w カンナムヘビー級王座を獲得。同年7月27日には、 WWE の PPV、ベンジェンスで行われたアパ主催の酒場での喧嘩試合、バールームブロールマッチにも参戦している。以降、2000年代から2010年代にかけても、RAW やスマックダウンなど WWE の番組に、時折登場。2012年12月16日には、ブルックリンのバークレイズセンターで開催された WE、WETLC。 テーブルズ・ラダーズチェアーズにて、ザミズアルベルト・デルリオとトリオを組み、3メガバイトと対戦。水のスカルクラッシングフィナーレを浴びたまはるから、ボストンクラブでタップを取り、PPV における初勝利を収めた。2010年代は、選手のプロモーションを担当していたが、2016年5月、30年以上勤続していた WWE から解雇された。 キムチーに関するカテゴリー、ナックルボールシュワルツに関するカテゴリー、ありがとうございます。